物資うますぎ、最高や。エナジー系多すぎ、何これ、ね、あ、3の3年かかる、イライラする。まだキーマー使えばいいじゃん。そう、アサリはマウス使えばいい。キモになったタイミングで玉にいたんだけど。え、なにこれ、え、おい、バグったバグった、玉一緒ねんだけど。うわ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 、なにこれ、ちょっと待って、バグったよ。暴れてる。よくないですよ。よくないですよ。ウルカさん、ごめん、今日配信してるよ、俺。そうよ。ごめん、配信中よ、今。裏の癖やめてもらっていいですか、ちょっと。ごめんごめん。裏でエンピックスやったことにいいんだ。それはそれでどうなんだよ。分かった、俺、背面ボタンも、あれだ、膝に押してるからか。言い訳まで準備して。あ、ほら、ほら。そこまでして打ちたいか。うわ。怖すぎやろ、どうなってんの。背面パッドついてるの、これ、不便なんだけど。背面切ったらいいじゃん、もう。使ってんの、背面から。使ってない。切ったらいいじゃん、もう。これ今のところ出た要素が下打ちのあれの時だけなんだけど。下打ち専用ボタンってこと。終わってる。終わってる、マジで。ウルカさんが下打ちの言い訳をするためだけに背面があるパッドを使ってるらしい。噂によると。うわ、背面が反応したから仕方ないわ、ガハハって言いながら下打ちしてる。これウルカさんの本性です。確かにさっきみたいなこと言ったらまた吉田がウルカさんで小銭稼ぎするな。いい加減にしよう。吉田が小銭を稼ぎ、小銭の一部が渋谷春に回る。そして渋谷のボドカに。ボドカさんは釈迦さんだからね。これが配信者界隈の食物連鎖ピラミッド回ってってるな。クラフトできるよ。